Hey, hi, what's up? みなさん、こんにちは、セクシーサンタニュースです。イスラム国が、湯川氏と後藤氏を人質に取り、2億ドルを要求しました。日本人を人質に取り、金銭を要求なんて、これは、誘拐ね、犯罪行為よ。どんな理由があるにしろ、これは、許せない行為ね。イスラム教は、そんなことを、教えていないはずよ。フランスの事件もあったことだし、日本人は、シリアや、イラクへの、渡航は、禁止にすべきね。イスラム国が、湯川氏を殺害し、さらに、後藤氏も殺害に及びました。後藤氏と湯川氏のご冥福をお祈りします。日本政府は難民救済のための人道的支援だけに協力すべきで、それ以外は関わってはダメなのよ。しつこいようだけど繰り返すわ。シリアやイラクへの渡航はイスラム国の脅威がなくならない限り禁止よ。政府も助けられないわよ。FFM 20秒 FFM